ゆきおです。はい、はい、今日はこれモーパイ。モーパイとは、はい、マージャン用語の一つであって、はい、指の腹で肺の凹凸をなぞり、その感触で肺の腹を見ずにどの肺か識別すること、うん、もう徹夜とかジャッつって全部モーパイできるんですね。ジャッつってこれ徹夜で笑ったのが最終巻の土佐犬の全部のつばみ返し。はい、はい、ということでこれね、肺もね、用意してもらったんでね。僕これすごいなんか最初見た時に、うん、あまりにもちょっと衝撃受けて、おまえ使っちゃった範囲すごいでしょ。この範囲すごない。これこれこれ吐くって書いてある。いやいやできずに唯一わかりやすいドラこのドラよ。こんなドキラッキラのドラないでしょ。吐くじゃないですもん。吐くって書いてあるやっぱ書いとかないと分かんないから、もう雲になっちゃうから、うん、まずこういっちゃんが、はい、俺にパッと灰を出してもらって、はい、俺がそれを見ずに当てる。でちょっと簡単なやつかね。簡単なやつだろ。あ、すごい簡単なやつ。もうモーパイするときに一番最初に簡単なやつ。はいはいはい、ただね、ああこれ簡単だわ。はい、どうぞ。はい、いや、はいはいはい、これね、これどっちがですか。モーパイするときにどっちが上すかって言えないでしょ。これね、で、ウェイきたー。おお、オッケーオッケー。おい、いけるね。まず1回、はい、1問正解。難しいとこ聞いたぜ。いや、もうちょい優しい。はい、これね。はい、はい、何も喋ってない。これはね、マンズなんですよ。ほう、あ、結構できるね。これマンズだな。7チーワン。チーワン、ふいっ、さあ。これ悔しい。面白い、見てる人何が楽しいのこれ。これいってみようか。ちょっと待ってね。はいはいはい、これです、これです。これ。はい、お願いします。はい。いや。これ何かに気づいた。これハックだね、これね。ほい、来たー。よく吐くと分かったね。初めて見たでしょ、この前。初めて。なんで吐くと分かったの。なんで吐く、あ、さっき見て。さっき見て、あ、この吐く、ちげーなってので、ここにあったなで覚えてましたね。そういうことなんだ、はい、これ楽しいな。結構ちゃんとできてる、すごい。いけるぜ、はい。超難しいやつでしょ。え、いや、じゃあ超難しいやつ。はい。違う、あの、瞬間シュートなしっすよ。あ、ほんとに。師匠のポーズ。誰徹夜のように復讐系の時にビビ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 ええこれね、意外とこれ難しいような気がした。初かと思ったんですけど、いや違う、これ初って言っちゃダメ。えなんかこっち側スカスカなんだよな。下ごちゃごちゃしてて、えなんかさっきのと全然この彫りが違うんですよ。浅いんですよ。おってなってくると普通の数字な気がするんですよね。いや、マンズ、マンズ、ソースじゃない、マンズ。いや、マンズはここまで深くないな。ピンじゃないから。いや、これすごいね、今回ね。いや、でも、ちょっと待って、これこっちにぼちゃぼちゃ、もしかしてこれ逆だったの、こっちの俺こう触ったら、わかんねえ、これ7マンズの7 C1 C1 さっきも C1 さっきも C1 違うな、じゃあ違うな。いや、でもここの感じなんだろう、このスカスカなんですよ、僕気になるのが。おお、まあ確かにね、そこにスカスカあるもんね。ここのスカスカあるね。このスカスカなんですかね。なんなんだろうな、このスカスカ。あ、いいぞ。
言いそう言いそう。ファイナルジャッジ、ファイナルジャッジ、じゃあどうぞ。全然わかんなかったでしょ。これ意外とね、わかんないと思った。全然わかんない。これいや、こう見ると全然深さ違うんだな、やっぱり。これはもういいピンス、いいピンス、これいいピン、いいピン。いや、これむずいな。ラストラストラスト、これ今日の終着点はこれどこなの。でもね、なんかね、意外とちゃんとできてた。意外といけるんだ。もういけてんだけど、ただこれの趣旨が分かんない、ね、ただ、うん、僕がもうバイオしてるだけ。最後最後難しい。どのぐらい難易度、ギリ分かるぐらいがいいね。ギリ分かるぐらい、ギリ分かる。やっぱね、分かって終わりたい。もうバイオ極めて次の段階で重さで分かるやついますからね。マジで哲也出てくるじゃん、最後の方で。髪板がロングで哲也何でもできちゃうから。ないドラゴンのやつとか本当に無意味に緑寄せてきちゃったんですよ。うわ、ピンズ分かんなかったな。ちょっとどうだな、これ大丈夫だと思うけどな。これはいどうぞ。あー、これ自敗っぽいな。お、本当に自敗でいいのか。これ自敗っぽい。本当に自敗でいいのか。え、自敗じゃない。いや、分かんないです。いや、これ自敗だと思うんですよ、これ。俺なんせ、まあチート用事なんで、僕チート用事、チート用事、チート用事、チート用事。これね、短期でしかも分かんない。え、待って、これ、いや、俺まだ分かってないですからね。いや、これ今回なかなかね、退屈の番組。これなんだろうな、やべ、出てこない。上スカスカで下ごちゃごちゃ。いや、わかった。はい、パツだ。どうぞ。初待ちしちゃう。初短期、初短期。はい、あえてそこで待つ。そう、わかんないでしょ。いや、わかんないけど、役配乗らないとこで待ったりしない。ね、あ、そういうことか。うん、要はあれだね、あの、わかんない。やったぜ。あと、ちゃんとできるんだと思って。しかもこの範囲、実は普通の範囲よりちょっとね、掘り浅いんですよ、これ。え、そうなんですか。そう、いや、すごいな。きっとということで、もうパイジャンシハルを実は結構練習してた。ちょっとはい、ありがとうございます。お疲れ様です。